はいどうも哲学とです、今回はですね、シーズン27も明日がねいよいよ、最終日ということになりますので最終日を、悔いなくね、終えるために、知っておいた方がいいことということでお話ししていこうかなと思います。まずですね、終了時間についてね、正しく理解しておくってことが結構大切なんですけど、PC 版と、CS 版ですね、スイッチとか、プレステで、終了時間が違うので、そこはちょっと注意が必要かなと思います。 PC 版はですね、明日の、19日、午後の、ね、5時に、終了予定になってますので、記録更新をねやりたい方なんかは、PC 版の場合は明日の、午後5時までに終えておいてほしいなと思います。そして、CS 版ですね、プレステ版スイッチ版の場合は、実は、少し、PC 版よりも長くて、20日の、午前9時ですね、なので月曜日の、朝9時までは、シーズン27の方が、続いているような状態になりますので、そこはちょっとね注意が必要かなと思います。この時差はね、シーズンの開始にの部分の、ズレと合わせたような形で、行われてますので、ぜひね、PC 版は明日の、5時まで、そして CS 版は翌日20日月曜日の、朝9時までと、いうことを覚えておいてほしいなと思います。で、次にですね、今回の、シーズンの、限定要素である、コミュニティイベントバフ、天使のるつぼでアイテムを起点を直し、展開の、力を付与しようと。で、このコミュニティイベントバフは、シーズンの期間中だけね、有効なものになりますので、これに関わる、アイテム関連のね、説明をしていこうかなと思います。で、まずですね、天使のるつぼで、性別した、装備については、この効果は、シーズンの期間、中しか、継続しないと、書かれているので、公式情報に書かれているのはね、そこまでなので、実際アイテム、元々のね、強化前のアイテムが戻ってくるのか、それともアイテム自体が削除されてしまうのかわからないので、こういうね、不確定情報がある時の、対処方法としてはですね、最悪アイテムが削除されちゃってもいいように、解釈して、行動するっていうのがいいと思いますので、基本的にはもしアイテムがなくなっちゃった時に困らないようにやっとくのがいいかなと思いますね。で、特に、天使のるつぼがね、まだ結構余ってるよっていう方に関しては、いらないレジェンダリーアイテムとかね、そういうものをどんどんと、強化してしまって、で、鍛冶屋でね、砕いておくのがいいかなと思います。天使のるつぼ自体は、おそらく消えてしまう要素になりますので、なんていうかな、シーズンのうちに、全部使い切っとくのが、賢い方法かなという気がしますね。で、よくご質問いただくんですけど、ラマダトニーの贈り物と、あとね、石化した叫びに関しては、全シーズン共通、ノンシーズンでも使えるアイテムになりますので、基本的にはシーズンが終わっても消えませんので、天使のるつぼを、最後全部使い切っとくっていうのをやってみてほしいなと思います。でですね、天使のるつぼで性別化したアイテム砕くと、死の吐息とか、あと金目石とか、あと報酬素材ですね、あと忘れられし魂とか、いろいろ手に入るので、せっかくだったらね、素材に還元しちゃった方がノーシーズンでも使えるので、残った、性別アイテムは基本的には、いらないレジェンダリーに使って、削除しちゃうっていうのがいいかなと思います。で、記録更新も終わってね、すべての、操作が終わったなっていう感じの、状態になったら、もうね、自分の装備してる、性別のアイテムも、いらないと思いますので、解体してしまって問題ないかなと思います。で、もう一ついただいた質問として、性別アイテムに、はめられているソケットアイテムですね。例えばこの京四郎の刃だったら、エメラルドがはめ込んであるんですけど、もしこの京四郎の刃が削除されちゃった時に、この、エメラルドはなくなっちゃうのかっていうことを結構心配されてる方がいて、で、結構あと、そうですね、
アミュレットとか、あと指輪に入れてる、レジェンダリー宝石とかね、こういうものが消えてしまうか心配っていう方もいらっしゃるんですけど、まあ、基本的にね、このゲーム、元になるアイテムが削除された場合、例えば鍛冶屋で、解体された場合は、このハマってるエメラルドが、こちらの宝石欄に移動してくるだけなので、まあ、基本はなくならないと思いますけど、なくなったら嫌だなっていう場合は、もう事前に、性別アイテムから、ソケットアイテムを外してね、自分のインベントリーなり保管庫に貯めておくってことをやってみてほしいなと思います。で、あとですね、アイテムの整理っていうことも、最終日にやっとくとね、いいかなと思うんですけど、まあそうですね、残すアイテムの基準としては、まあ、このゲームね、普通にビルドを作るためのアイテムを揃えるだけだったらそんなに手間がかからないゲームになってくるので、まあ多くのアイテムはね、シーズンが終わってしまえばいらなくなるんですけど、まあノンシーズンでやっぱりマルチプレイがしたいとかっていうこともあるので、まあ最低限なんか自分がこう組み上げたビルドで残しておきたいアイテムなんかは優先的に残しておく方がいいかなと思いますね。特にまあプライマルとかでね、こう最高の一品みたいなものが出た場所に関しては、せっかくだったらね、ノンシーズンの方に持っていった方がいいと思うので、まあなんかちょっと気に入らないなっていう値のものはどんどんと、解体してしまうと、保管庫の、圧迫がなくていいかなと思いますね。でもう一つ、自分はいらないんだけど、フレンドさんとかがね、欲しがるようなアイテムとかそういうものも取っておいて、後でね、ノンシーズンに変換されたキャラクターは、アイテムの送信機能っていうのが使えるようになりますので、まあそれで送ってあげるとかね、そういうこともできますので、まあ基本的には、まあ自分が厳選した、厳選アイテムと他人にあげたいものだけを残してもらえたらいいかなと思います。で、まあ今回ね、初めてシーズンキャラクターを作ったよっていう方が結構心配されることとして、キャラクターのね、まあそもそもキャラクター自体はどうなるのかとか、あと、レベルとかどうなるんですかっていう、ご質問を、いただいてるんですけど、基本的にですね、今まあシーズン中ということで、シーズンのキャラクターの左側に、この若葉マークみたいのがついてると思うんですけど、まあこれがついてるのがまあシーズンキャラクターで、それが外れたものがノンシーズンのキャラクターという形になってくるんですけど、基本的にはシーズンキャラクターはシーズンが終わったらこの無印のねノンシーズンキャラクターに変換されるという処理になりますので、まあなんていうのかな、シーズン最終日が終わったらここの若葉マークが全部外れた状態で普通のノンシーズンキャラクターに統合されるという感じですね。で、レベルについてなんですけど、まあ今例えば、私は今シーズン3142までパラゴンレベルを上げているので、まあこの部分のね、経験値が、こちらのね、ノンシーズンの6622に合算された形で、乗ってくるというものになります。で、まあここについてもね、単純に値を、足した数になる、つまり、まあ、9700とかにレベルが上がるわけじゃなくて、あくまでも経験値換算になっていくので、まあ、このゲームレベルを上げれば上げるほど、1レベルを上げるのに必要になる経験値が増えるような仕組みになってますので、まあ、3000ぐらいのキャラクターを6600のキャラクターに統合しても、まあ、せいぜい7000レベルとかね、それぐらいまでしかノンシーズンのキャラクター上がらないので、なかなかね、カンストまでには何年もかかるような、ゲームになってますので、まあまた新たな気持ちでね、シーズン28も始めていくのがいいかなと思いますね。で、あとはそうですね、ディアブロのシーズンの終わりってね、物寂しいものがありますが、やっぱりノンシーズンに持っていきたい、最高のものはやっぱり、今シーズン頑張った思い出だったりとかね、あと、まあ、仲間と、フレンドさんとプレイした記憶だったりするので、まあ、そういった思い出も大切にしてほしいなと思います。まあ、で、まあ、そういった話、ギャグじゃなく、一つお伝えしておきたいこととしては、ランキングの方ですね、
一応ですね、グレーターリフトのランキングとかは、シーズン最終日が終わると、閲覧ができなくなってしまいますので、もしなんか自分がね、こう頑張って出したタイムの記録とか、まあそういうものを残しときたいっていう方は、まあスクリーンショット撮るなりね、こう、なんていうのかな、魚拓みたいな感じで残すなりしてもらえたらいいかなと思います。ここら辺の情報はもうすべて、一回リセットされちゃうって感じなんで、まあシーズンの最終日に自分がどれぐらいまでタイム詰められたのかとかね、ランキング何位だったのかとか、そういうとこを確認して、まあ必要があればスクショでも撮っておくのがいいかなと思いますね。で、この画面左側見ていただくと、ウィザード前のシーズンランク838、レベル136と、でタイムがいくつとかって出てるんですけど、まあ1シーズン前のものはね、まあ次のシーズン28のランキングで確認することができるんですけど、まあ詳細な装備情報とかね、そういうのは、消えてしまいますので、まあ、もし装備の構成とかね、そういうのを覚えておきたいよっていう方は、そこら辺の情報も残しておくといいかなと思います。ランキングは、まあ、シーズン終了と同時に閲覧ができなくなりますので、こちらの方もぜひ、記録として残しておいていただけたらなと思います。でですね、結構まあ今回いろいろと、皆さんのご質問をお答えしてきたんですけども、まあ基本的に私、このまあ終了時間とかもね、含めて、公式サイトに載ってる情報をね、元にお答えしてるんですけど、まあちょっと私職業柄、まあネットリテラシーとか教えてるので、まあ信頼できる公式情報ってどういうことなのかなっていうことをまずお話ししとくと、公式サイトですね、特に公式ブログに載ってる情報、今回話した、その、性別化したアイテムとか、天使のるつぼの扱いについても、パッチノートに書いてあることが全てなんですよね。なので、まあそこから、まあ、憶測で話したりとかそういう部分っていうのは、基本的には、含めないように私はしているので、まあ何かわからない場合は、まあ最悪の事態が起きたことを想定して考えた方がいいですね。なので、例えばアイテムが削除されちゃうかもしれない。アイテムに、付けられてた、ソケットアイテムが消えてしまうっていう心配があるときは、まあその最悪の状態が起きたことを想定して、まあ準備しとくっていうのがいいかなと思います。でですね、結構公式情報についても、まあいろいろ、人によって考え方がありはするんですけど、特にね、公式ブログはまあ開発チームが元になって作っているものなんで大丈夫なんですけど、フォーラム関連が結構、憶測が飛び交っているところで、まあフォーラム見るとき特に英語サイトなんで、まあ誤解が生まれやすいのかなと思うんですけど、フォーラムまず面積事項があって、そこを読むとですね、これは公式情報ではないと、公式情報は公式ブログ、そしてツイッターで告知を行うという条項があるので、フォーラムで、例えばですね、社員が発言していたとしても、それは確定情報ではないよっていう面積事項があるので、まあそれをもとにまず判断する必要があるのと、あとですね、誰が言ってるのかっていうのも結構大事で、たまになんか、こんなアイテムが出るらしいみたいな情報とか、私も視聴者さんからね、いただいたりして、まあ、情報源どこなんだろうなって調べていくと、ただ単にこう、そのフォーラムの中で発言権を持った一般プレイヤーがこういうアイテムが追加された方がいいよねとかっていう語ってるだけのメッセージをそのまま公式情報だと思って持ってきちゃってることとかもあるんで、まあ有力なユーザーが言ってることっていうのはあくまでもこう参考情報なわけですよね。なので参考情報として捉えてほしいし、あと社員の中でもディアブロ3自体の開発に関わってる人と、関わってない人っていうのがいるので、社員が必ずしもフォーラムに投げてる情報だから正しいとも限らないわけですね。開発チームがやっぱり言ってる情報じゃないといけないので。なので、フォーラムはあくまでもね、公式発表ではないと、ブリザードの方が言い切ってるので、まあ、基本的には、公式ブログ、そして公式ツイッターの内容を元に、いろいろ判断していくのがいいかなと思いますね。特にディアブロ4関連の情報なんかに関しては、まあ、公式サイト以外の情報ってのはかなり嘘松もたくさんね、含まれてたりとか、まあ、みんなが期待を膨らませてる部分があって、まあ、特にね、こう、
ホームページとかのね、閲覧数稼ぎたい人なんかはいろいろ書いちゃったりもしてるんだと思うんですけど、まあ楽しく妄想する分にはいいんだけど、まあそれに乗っ取って行動しちゃう人が出ちゃったりするとやっぱり、困るかなと思いますので、ぜひこう発信者の、情報の角度というのはどれぐらい高いのかっていうところはね、皆さん何か見るときに参考にしていただけたらなと思います。まあ私自身の情報も当然ながら、公式ブログの、まあ情報をもとにしかお話ししてないので、もちろんその、一番正しいことはシーズン27自体のパッチノートを見ることなんですけども、まあそこから読み取れる部分でね、今回ちょっとお話ししてきましたので、参考になれば幸いです。じゃあ、あとね、残り少ない時間ではありますけども、ディアブロス、3シーズン27の方楽しんで、そして、28を迎えたいかなと思います。まあ結構ね、シーズン27は、ユニークなね、性別効果の方も楽しめるシーズンだったので、まああと1日ではありますがね、最後、みんなで楽しんでいけたらいいかなと思います。それではまた次回の動画でお会いできるのを楽しみにしています。哲学徒でした。